フェルディナント・ルーカス・バウアーは、オーストリアの植物画家である。マシュー・フリンダースのオーストラリア大陸集会公会に参加した。フェルドスバーグで生まれた。父親は、リヒテンシュタインの王子の宮廷画家のルーカス・バウエルで、あったが、フェルディナント・バウアーが1歳の時、没した。長男が宮廷画家の仕事を継ぎ、二人の兄たちと共に、フェルドスバーグの医師。 植物学者のノルベルト・バッケアスに預けられた。自然に対する鋭い観察力を示し、15歳の時にはバッケアスのコレクションの細密図を描くようになった。1780年に兄のフランツと共にウィーンに行き、シェーンブルン宮殿の王立植物園の園長のニコラウス・フォンジャカンの下で働くようになり、植物学や顕微鏡の使い方、風景画の描き方を学んだ。 1786年にジャカンの推薦でオックスフォードの植物学の教授ジョン・シブソープのギリシャ・昭アジアの調査探検に植物画家として参加した。1787年の12月、1500を超える植物、動物や風景のスケッチを携えてイギリスに戻り、シブソープの没後、ギリシャ植物誌として出版された。1801年、 ジョセフ・バンクスの推薦で、マシュー・フリンダースのオーストラリア探検に図版作成者として参加し、1902年7月までに700の動植物の図を描き、1年後にはさらに600の図を増やした。オーストラリアの植物などのトータル2073の図を描いた。公開中に十分な種類の絵の具がなかったために、公開の後で完成させるためにスケッチに、 色番号を記した。公開後に絵を仕上げるのはバウアーが行わなければならなかったので、その仕事は長く続き、すべての絵が出版されることはなかった。1813年にガフ、オーストラリアの植物を出版するが、経済的には成功しなかった。1814年にオーストラリアを離れ、オーストリアに帰り、イギリスで発表するための仕事を続けた。カイ・エルバウェルは、 植物の学名で命名者を示す場合に、フェルディナントバウアーを示すのに使われる。ありがとうございます。